どうも皆さん、歴史トラベルです。本日は岐阜県の戦国時代について取り上げたいと思います。はい、まずはこの地域の戦国時代の始まりから見ていきましょう。岐阜県はかつての飛騨・美濃の2カ国から形成されており、そのうち飛騨の守護を務めていたのが京極地です。ところが守護の支配権は南部の真下郡に限られており、恵麻市や広瀬市など中小規模の領主が各地で乱立、姉ヶ小路氏が三家に分かれつつ勢力を拡大しますが、徐々に内紛に悩まされ、その隙をつくように京極氏の悲観であった三月氏が台頭するのです。一方で時氏が守護を務める美濃では斎藤氏がナンバー2にあたる存在として国の経営を担っていました。ところがその斎藤氏で内輪もめが発生し、嫡流の利藤ではなく諸流の明順が実権を掌握、両者の対立は根強く、やがて守護時重頼が嫡男の政房ではなく元頼に家督を継がせようとしたのを契機として、美濃は大規模な内乱に突入します。利藤、石丸利光と連携した元頼に対して政房は明順と結んで対抗、結果は政房方の勝利に終わり、元頼らは近江への逃亡を余儀なくされます。翌年の戦いでもなすすべなく敗れた元頼、利光はついに自害、利藤も隠居に追い込まれるなど、内乱は政房方の勝利で終結したのです。ところが勝者の明順も長続きはしませんでした。近江の六角氏を攻撃したところ、なんと土一揆の抵抗に遭い、あっけなく自害、嫡子の利親も命を落とし、この結果斎藤一族の影響力は急激に低下してしまいます。一方で守護時氏でも政房の後継者の座をめぐって再び内乱が勃発するなど、美濃の政情は混乱を極めていくのです。時氏の家督争いは最終的に頼宣が勝利しますが、この騒乱を経て時家中で台頭したのが永井新左衛門の城です。やがて頼武の遺児頼光が放棄すると、新左衛門の城の後を継いだ範秀は頼宣をサポートし、内乱の鎮圧に奔走、大賀城を攻め落とし頼光を尾張へ没落させると、正代斎藤氏を継承し、瞬く間に美濃の実権を掌握したのです。その後も越前の朝倉氏、尾張の芝氏を巻き込みつつ死闘を繰り広げる両者ですが、最終的に頼宣と和議を結び家督相続を約束された頼光は美濃帰還を果たします。ところがその翌年、なんとわずか24歳の若さで急死。兄の急死に不信感を抱く頼高は道さんと対立し、尾張の織田信秀に援助を要請します。ところが信秀の美濃出兵も功を奏さず、頼高は道さんによってあっけなく殺害されてしまったのです。一方の信秀も道さんの策略によって清須を出し、岩倉を出し、そして駿河今川氏と敵対するなど、まさに四面楚歌の状態。たまらず斎藤氏との和睦に踏み切ります。こうして織田氏との抗争を克服した道さんは、政務から離れつつあった守護頼宣の国外追放を決行、ついに美濃国主の地位に上り詰めたのです。東美濃では隣国信濃下伊那を平定した武田氏が徐々に影響を及ぼすようになります。やがて岩村遠山氏とその一族内儀遠山氏は武田氏への従属を決意しますが、これに危機感を抱いた道さんはすぐさま東美濃へ進軍。北信濃で長尾景虎によって釘付けとなっていた信玄は思うように動けず、斎藤氏との和睦を模索するのです。一方で道さんも強気な外交政策が空回りし、武田氏に加えて今川氏、六角氏とも敵対するなど、徐々に孤立していきます。そして嫡子義達との間で圧力が生じると、ついに義達が挙兵、間もなく両者は激突し、兵力で劣る道さんはあっけなく討ち取られてしまったのです。こうして道さんを倒し美濃国主となった義達は、価格を上昇させるべく幕府のお墨付きで一色紙に改正、また道さんに組みした織田信長に対してはその弟信成を省略し揺さぶりをかけるなど、徹底抗戦の構えを示すのです。内部抗争を経て両国の動揺を見事に収束させた義達ですが、家督相続後わずか5年で病死。
若年の嫡子辰興が家督を相続します。これを好機と見た信長は美濃の攻略を推し進め、辰興は劣勢を強いられますが、畿内で将軍足利義輝が殺害されると事態は一変。上洛を目指す義輝の弟義昭が信長の協力を得るため、信長と辰興の間で和睦を成立させたのです。ところが信長が選んだのは上洛ではなく、なんと一色氏との戦闘再開でした。やがて両者は神戸島で対峙すると、結果は辰興の勝利。上洛計画が頓挫した義昭は失意のうちに越前の朝倉氏の元へ去っていったのです。しかし神戸島の戦いは局地的な勝利に過ぎず、重臣稲葉義通ら美濃三人衆の離反を許すと、本拠稲葉山城を包囲された辰興はあっけなく降伏。長きにわたる一色氏との抗争に勝利し、稲葉山城を改め岐阜城に本拠を移した信長は、いよいよ待望の上洛作戦を決行するのです。一方で飛騨は隣国信濃で戦闘を展開する武田氏と上杉氏の代理戦争の様相を強めていました。有力国衆の江間市内部で分裂が生じ、武田方の省略に応じた時盛が上杉方の照盛と対立し始めたのです。飛騨確保を目指す信玄はさらに軍勢を派遣、上杉方の三木氏攻撃に動きますが、頼綱の要請を受けた謙信はすかさず北信濃へ出陣します。たまらず信玄は軍勢の撤退を余儀なくされ、後ろ盾を失った時盛は三木氏との和睦を決意。姉が工事士を乗っ取るなど急成長を遂げる三木氏が飛騨最大の勢力に上り詰めていくのです。上洛を果たしたものの敵対勢力への対応に追われる信長ですが、ここでさらに大きな試練が訪れます。武田氏が徳川領への侵攻を開始し、信長への対決姿勢をあらわにしたのです。それまでに飛騨の江間氏三木氏を屈服させていた信玄は九条軍の遠藤氏を従属させるなど、美濃方面への圧力も強化。さらに織田武田双方に従属していた遠山氏も武田方へ傾きつつありました。焦る信長は兄の信弘を派遣し、岩村遠山氏を抑えようとしますが、すぐさま反乱が起こり、岩村城はあっという間に武田方に制圧されてしまいます。本国美濃が武田勢の脅威にさらされる状況で、追い打ちをかけるように将軍義昭との関係も決裂するなど、信長は一気に窮地に立たされたのです。ところが事態はさらに大きく動きます。なんと三河侵攻中の信玄が突如病死、九州を脱した信長は怒涛の勢いで反織田連合を駆逐し、元気騒乱を見事に乗り切ったのです。しかし信玄の後を継いだ勝頼も手をこまねいているわけにいきません。東美濃へ出陣した勝頼は明智城飯狭間城を攻略するなど一気に攻勢に出ます。ところが長篠の戦いで信長が大勝を収めると形勢逆転、織田勢は宮村城の奪還に成功し、ついに武田勢を美濃から駆逐したのです。やがて安土城に本拠を移転した信長は信濃の木曽義政が寝返ったのを好機と見て、いよいよ武田氏征伐に動きます。総大将はすでに家督を譲っていた岐阜城主の嫡男信忠、宮村口より武田領国へ侵攻すると、驚異的な速さでなんとわずか3ヶ月で宿敵武田氏を滅亡させたのです。ここで大事件が起きます。本能寺の変によって信長信忠不死が突然の死を遂げたのです。新当主の三法師はわずか3歳、新たに岐阜城に入った信孝は三法師を貢献し、まるで信長の後継者のように振る舞うなど、織田政権はその主導権をめぐり内部抗争に突入するのです。やがて信孝が柴田勝家と結び、秀吉への対決姿勢をあらわにすると、三法師奪還を目指す秀吉もいよいよ美濃へ出陣。降雪期で勝家が動けないうちに美濃の国衆を従属させていきます。戦いの不利を悟った信孝はたまらず降伏を決意。この清掃を経て信長次男の信勝が実質的な家督継承者に擁立されたのです。ところが翌年信孝は再び挙兵、これに激怒した秀吉はすかさず大垣城に着陣します。一方で近江では柴田軍との間で戦端が開かれており、勝家との決戦を決意した秀吉は
一転して近江への進軍を決意。やがて両軍が激突すると、結果は秀吉の勝利に終わり、勝家は本拠越前にて滅亡に追い込まれたのです。この結果、孤立無援となった信孝も降伏を余儀なくされ、あえなく自害。敵対勢力を一掃した秀吉は、織田政権にて戦王を極めるようになるのです。勢いに乗る秀吉は、飛騨の三木氏にも圧力をかけていきます。絵馬氏、広瀬氏を没落させ、飛騨一国をほぼ平定した頼綱は、隣国、越中のさっさ成政と吉見を通じており、成政と敵対する秀吉の格好のターゲットとなっていたのです。そしてついに、金森長近を主力とする羽柴軍が、飛騨への侵攻を開始、するとわずか1ヶ月で、松倉城は陥落し、三木氏は、あっけなく滅亡したのです。やがて北条氏を滅ぼし、全国統一を果たした秀吉は、大名の配置替えを断行します。この結果、岐阜城主の池田輝政は、三河に移り、代わりに、秀吉の養子、秀勝が美濃に入部。一方で飛騨は、三木氏討伐の功労者である、金森長近が、引き続き両国支配を担い、高山藩祖として、やがて、江戸時代を迎えるのです。